SCP-296-JP オブジェクトクラス、セーフ、特別収容プロトコル。 SCP-296-JP のオリジナルは不透明のファイルに束ねて聴取士と共に中性子保存箱に収め、低強緯度保管ロッカーに収容してください。 SCP-296-JP で実験を行う場合はSCP-296-JP のコピーを作成して使用し、被験者に被爆させた後に確実に破棄してください。実験中の被験者との直接的な接触は実機決め的以外では行わず、会話は無線など音声機器を通して行ってください。実験を終了する場合は、被験者に記憶処理を施し SCP-296-JP の影響を取り除いてください。実験の過程で被験者以外が SCP-296-JP の影響を受けることは確実に回避し、万が一そのようなことが起きた場合には、二次被害抑止のため速やかに記憶処理を申請し SCP-296-JP による影響を取り除いてください。説明。SCP-296-JP は宝石について日本語で書かれた39枚の手書きの書類です。SCP-296-JP の特異性は文章内容や媒体の紙ではなく書面そのものに生じており、印刷機を用いた複製やデジタル画面による表示でも同様の影響を受けます。これには文章の読解や日本語の知識を必要としていません。SCP-296-JP の書面を視認した対象。以下 SCP-296-JP、A、は、視認するものすべてを、美しい、と形容されるものでできていると確信し、そのように振る舞います。多くの場合、それらは加工された宝石や鉱物、貴金属などであり、同一の物体であっても被験者によって異なるものを認識します。通常では悪臭と認識される匂いを感知しなくなり、騒音や雑音と認識される音を、音楽的、と評します。SCP-296-JP-A はそれらの認識に高揚感や感動、好奇心など非常にポジティブな反応を示し、周囲の状況について比喩や形容を用いて表現します。これらの認識は SCP-296-JP-A にとって無価値であったり、嫌悪感や恐怖などネガティブな感情を持つ者ほど好意的に認識される傾向があります。それらは多くの場合 SCP-296-JP-A に共通して汚物や排泄物などが該当します。また SCP-296-JP-A は認識した物品への破壊や損傷を嫌悪するようになります。それには接触も含まれており、SCP-296-JP-A は SCP-296-JP の影響下においても食物を接触可能なものと認識しているにもかかわらず、生命が危険なレベルにおいても接触を拒否し最終的には餓死を選択します。少数ながら接触により外部の美しいものを取り込むことに幸福感を得る SCP-296-JP-A も確認されています。SCP-296-JP の影響は SCP-296-JP の影響を受けてからの記憶と SCP-296-JP による認識をすべて消去することで解消されます。しかし記憶消去を行った SCP-296-JP-A は記憶消去によって生じた記憶の欠落以外で違和感や自身の認識に不信感を訴え、軽度の鬱を発症します。SCP-296-JP-A が認識したものを語る内容を直接聞いた対象にも影響は及びます。しかしこの影響は語った事象だけのごく限定的なものであり、SCP-296-JP-A と同様に解消されます。また音声記録や記憶処理を施された SCP-296-JP-A には影響力はありませんでした。SCP-296-JP には、宝石の名前や写真の他に、主な産地や構成成分などの詳細で正確なデータから、宝石が象徴するものや宝石言葉、その宝石にまつわる逸話や伝承が書かれています。SCP-296-JP には12種類の宝石について書かれており、
それらは部分的には誕生石に対応していると判明しています。来歴、SCP-296JP は、県、市内の新興宗教団体、が所有する施設で発見されました。この施設内で大量の餓死者及び衰弱者が発見されたことにより財団の注目を受けて捜査が入り、SCP-296JP を発見、収容に至りました。生存者には SCP-296JP の影響とそれに伴う自発的な接触拒否が確認され、二次被害抑止のため、財団傘下の病院へ移送されました。生存者への聴取で SCP-296JP は施設に出入りしていた宝石商が持ち込んだものと判明しましたが、その人物の詳細は不明であり現在も調査中です。また県の施設では他の SCP オブジェクトは発見されず、宗教団体に既存の要注意団体との関係はありませんでした。宗教施設での事件は、過激な宗教的な修行の結果起きた事件、として処理されました。ポイ、1、実験による被験者への聴取記録。インタビュー記録を収納、対象、B クラス職員 B-296C6。インタビュアー、博士。吹き、B-296C6 は SCP-296JP に被爆してから49時間経過していました。インタビューは実験室に設置された監視カメラと無線機を通して行われたものです。録音開始。博士、B-296C6。聞こえるかね、B-296C6。B-296C6。ああ。そのバリトンサックスみたいな声は、博士か。博士、声で誰かわかるかね。B-296C6。そりゃ、わかるだろ。そんだけ特徴的な声だ。一人でジャズを多重演奏してるみたいだ。博士、そうか。それでだ。B-296C6。君には何がどう見えているのか、もう一度教えてほしい。B-296C6。この部屋をか、この部屋は素晴らしいな。真珠の中にいるか、螺鈿でできてるみたいだ。博士、君は昨日はその部屋を大理石のようだと言ったが、覚えているかね。B-296C6。もちろん覚えているさ。だけど、昨日は気づかなかっただけなんだ。この部屋はもっと、キラキラしてたんだ。博士、この部屋は一体何でできているんだ？博士、それは、自分で考えてみてくれ。B-296C6。そうだな。これはきっと金属じゃないはずなんだ。月潮石。白目の鵜。いや違うな。そんな硬いもんじゃない。やっぱり貝か真珠か。そのあたりだと思うんだ。博士、B-296C6。君はそれらを実際に見たことがあるのかね。B-296C6。いや、ないけど、でも、なんとなく、わかるもんだろ？色とか、そういうので。博士、ふむ、そういうものなのか。では、B-296C6。君は一昨日から何も食べていないそうだが、大丈夫かね？そこに用意されているだろう。B-296C6。あのサンドイッチか？なんてことを言うんだ。食べれるわけないだろう。博士、なぜかね？ B-296C6。なぜ、博士、あんたには心ってもんがないのか。俺は今まであんな素晴らしいサンドイッチを見たことがないんだ。博士、素晴らしい、とはどんな風にかね。B-296C6。博士にはわからないんだな。パンは切り出されたばかりの白いメシャム。繊細なガラス細工のレタスはまさにステンドグラス。この丸い分厚いサードニクッスの輪切りには、きっと芸術的な模様がついているんだろうが、俺にはこれをバラしてまで確認しようとは思えないんだ。玉髄を肉の塊に見せる彫刻があるらしいが、このベーコンはまさにそれだろう。こっちの卵サンドなんてどうだ？
アンバーか、シトリンの原石か。衝撃音。博士、今、何があったんだね。B296C6。B、XXXC6。3秒沈黙。足をテーブルにぶつけちまった。大丈夫か？傷とかついてないか？ああ、よかった。大丈夫みたいだ。だがちょっと汚れちまった。息を飲む音。なんてこった。とんでもないことをしちまった。博士、何があったのかね？ B、296C6。B、296C6。サンドイッチを倒しちまった。そんな、全人類のとんでもない損失だ。博士、B、296C6。B、296C6。ちょっと待ってくれ。今、元に戻すから。ああ、でも、戻らなかったらどうするんだ。B、296C6 はすすり泣き始める。博士、一旦、中止しよう。それから、誰か B、296C6 からあれを回収してきてくれ。録音終了。終了報告書。SCP-296JP の認識は時間経過によって、ひどく、なっていくようだ。少なくとも、私が彼なら粘土と石でできたサンドイッチなど食べようとは思えない。博士。ほい、に。実験中に SCP-296JP-A から、水、の認識に影響を受けた。研究員のメモ。この光景を記憶から消し去らなければならないとは、本当に嘆かわしい。水道から流れる水が、シャワールームが、人の目が口が、自分から排泄される液体が、こんなにも輝いているものだとは知らなかった。液化した水晶の内を外を光が踊り、透けるたまりに景色が映る。何百の鈴を振る音がこだまする。このような言葉でしか言い表せない自分の語彙がもどかしく、忘れ去った後に思い出す手がかりにもならないだろう。今あの湖へ出かけることが叶うならば、たとえ命を要求されたとしても、根が湧くば雨の一粒でも見てみたかった。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。